どううも、ハイチでです皆様冬休みいかかがお過ごしでしょうか今回ですね今すごく頂い,いている質問がありまして特に親御さんから多い質問でもあるんですけど自分の授業動画ありますよねで今冬休み毎日9時に高校受験を控えた中3生向けに高校受験対策っていうのを毎日今投稿しているんですがこれをどう受験勉強に使ったらいいんですかという質問が、まあ、親御さんとか学生さんから頂い,いてですね でまあ、それに対して自分の思っていることを少し手短に喋らせていただけたらと思います。でですよ、えー、学生の皆さんおそらく本屋さんで買った参考書とか、まあ、塾とか学校であの配られたワークとかね使ってると思うんですね。で授業動画に関しても同じです同じ教材として使ってもらえたらなと思っております。でただ何が違ううかっていうと 自分の動画っていうのは画面を最初にポチッとあその再生した瞬間のその瞬間は問題集問題しか載ってませんだからそこで映像を止めていただければその画面が問題集になってますで皆さんも問題集そのページ開いたら解きますよねで解いたら丸付けしてで間違ったら解説見るじゃないですか その丸付けに関しても動画を最後まで早送りすれば必ず答えが全部載ってる画面になってるのでそこで丸付けをしてくださいで解説でそこだけが違うんです本でやるときは読みます皆さんが読んでくださいで映像授業の場合は自分の間違ったところを自分が映像で解説を聞くことができます でしかも YouTube の場合は下のスクロールバーをいじってもらえれば自分の見たいところだけ今こうちょっと映ってますけど5問あった時に4番だけ間違ったなら4番のところまで早送りして見ることができますただそれだけです なので教材としてはどちらがいいどちらが悪いとか話ではなくって皆さんが普段使っている本と同じような感覚で使ってもらえたらと思いますであとはその問題の質みたいなところこれをやってれば本当に成績上がるんですかみたいなところはあると思いますそこは信じてくださいとしか言いようがないんですけど一応これでも元小林道塾の塾講師をプロとしてやっててまあ小さなグループの会社でしたけど一応そこでは3年間ずっとトップのトップ講師として やってきたので、それはこうやってこういう風にやってってくれたら成績が上がるっていうのを全部考えながら問題はセレクトして作っています。あそこは本当信じてくださいという言い方しかできないんですが、ぜひえっ、ー、と本でやる方が合う方はそれでいいんです、いいんですけど、えっ、ー、と解説を映像で見ることができる分、なんだろう、端的にというか。 短いい時間で効率よくやることとは可能だと思いますもちろんそこには繰り返しが絶対必要になりますけど繰り返しに関してもやりやすい教材にはなってるかなと思いますのでぜひまあ高校受験対策じゃなくて普段の定期テストの時もそうですけどそういった感じで映像授業っていうのを使ってもらえたらと思います。あの普段からねほんと使ってくれててそんなこと知ってるよという方はねほんと申し訳なかったんですがここまでお付き合いいただきありがとうございました。今後もぜひね使ってください。それでは残りの冬休みそしてまあ受験までですね残りの期間頑張っていきましょう。